Nas.歌詞カード見てなかった。毎度、お世話になってます桜田です。今日はちょっと40分といつもより長い時間いただいて、その時間ずっとほぼ、オリジナル曲で、我慢してください。1曲目聴いていただいたのは幸せの形という歌で、まだ寒い春の朝、その花は咲いたという歌でした。次の歌も、春にまつわる花の歌です。Thank you.
してる時のテンポよりも随分早く弾いてしまったためにちょっといやコードがねもうボロボロでごめんなさい、はい、まあいつものことですけど2曲続けて春まつわる花え花ん、まあ、いいや次の歌も春の花の歌なんですけども、これ次の歌は、大泉太陽子さんの、カバーでお送りします。突然の贈り物。必ず
幸せだ。店も名前も変えた。この街に戻ってきたのよね。初めて出会った時のように心が震える。訪ねてくれるまで待っているわ。始めた新しい仕事にも慣れて、元気でいるから安心してね。コードが飛び飛びでごめんなさい、練習不足です。次2曲ギターが結構チューニングがずれやすい。次、2曲続けてお送りします。僕の子供の頃のエピソードを歌にした歌で、1曲目は92年地球の応援歌っていうコンテストで、プロアマとは問わずのコンテストだったんですけど、そこで、銀賞をいただいた歌なんですけども、明日の我が声という歌、それからその次に、明日の我が声っていうのは僕が小学校3年生ぐらいの時に飼ってたカブトムシ死んだと思い込んで標本にしてしまったっていう、その失敗談を歌にした歌なんですけども、それとですね これ本当にね、辛かったんです。で、次の歌はですね、打って変わって、小学校5年の頃に名古屋に転勤になって、転校になって、その社宅のベランダに、スズメが巣をかけた。その時、わーってなんかものすごく、何か素敵なことが始まるっていう、そんなことを感じた。その時のことを思い出して作った歌になります。明日、今朝窓を開けたら2曲続けてお聴きください。今眠りについたお前に残しておきたい記録がある。この父の独り言を後のお前がどう
虫が死んだと思い込み、お前は防腐剤を注射した。やがて標本の中で苦しそうに動くカブトムシを見て、お前はお泣きした。この出来事はお前にとって自分を責めてるには大きすぎたようだ。ただ父さんは今日のお前から多くを学んでくれたらいいと思う。そのよ弱り切ったカブトムシにスイカの切れ葉を遅くまであげていたお前、ごめんねごめんねを繰り返し、翌朝動かないカブトムシを土に返した。今朝窓を開けたらスズメが巣を作っていたんだ。きっともうすぐひなが帰って涼やかになるよ。春の匂いがする、つぼみが膨らみ出す。僕の心はもう弾けそう。今にも君に伝えたい気持ちが今踊り出すよ。だから僕は歌い続ける。この気持ちが君に届くまで。今朝窓を開けたら雨だれが素敵な音を奏でた。きっと夢のひなは餌に夢中で気づかない。初夏の匂いがする。花が見える。
を君に伝えたい気持ちが今溢れるよ。だから僕は歌い続ける。この気持ちが君に届くまで。久しぶりに、エアのバンドの、21周年記念ライブに来ていただいた方には一度聴いていただいてるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ありがとうございます。まあ2月、もう春、卒業の季節ということもあって、また、しつこく荒井由実さんの歌で卒業写真を歌いたいと思います。この歌、今朝ちょっとアレンジ変えたのでそれで自信があってさっきちょっと店の前で練習したりなんかしてたんですけど、そうそうそうで練習してたんですけど、多分しくじります。まあ、今までもたくさんしくじってるので今更って話もあるんですけど、温かい目で見ていただきたい。優しい耳で聞いてください。卒業写真。写真のあの人
しい目をしてる。夜街で見かけた時、何にも言えなかった。卒業写真の影が、ごめんなさい、もう一回やっていいですか？ごめんなさい。ちょっとね、ごめんなさい。はい、これ、うん、もうね、老眼だしね、あの逆光だしね、ちょっと。いろいろ辛いです。
のこの時期にいいのかなと思って、持ってきました。あの最近時々歌ってますけど、僕の旅は終わらない。疲れた
ありがとうございました。桜田さんでした。ありがとうございました。次は、10分からセップ48ですね。来ましたね。セップ48なんですよね。でもね、48グループの一員なんですね。大好きなんですけどね、48グループ。あの名古屋の今池にあの SKE の番組でやった松井樹里奈の足型が置いてましてですね、それを先週取りに行ったんですよ。写真これちょっとご利益あるんじゃないかなと思って、そういうの好きなんで。真面目なバンドが始まるんですね。ちょっと僕は弾いておきます。私たちは、まだ準備中です。レッド・ツェッペリの曲だけやりますけども、昔は有名だったんですけど、今の若い人は知らないですね。17歳ぐらいで知ってたら、それとはおかしいです。10年代っぽい感じの曲を今日はやります。じゃあメンバーを、紹介しよう。大活躍の伊藤浩太だぜ。面白い稲垣さんだぜ。で、これ頼りになるドラマの寺崎陽一だぜ。私はいろいろ、今日はね、もうなぜこんなことになってしまったのか、途中でどっかで気がつけばよかったんですけど、たくさん出ています。田中です。よろしくお願いします。ですね、いろいろ楽器とかチェンジ、今日多いですけども、我々も結構それなりにあるので、何が大変ってね、やっぱ天国への階段っていうのをやるのが大変なんですよ、あれは。それでこんな大きな楽器も持ってこないかんし、オベーションも持ってこないかんし、大変ですが、それを乗り越えて演奏するので、まあ、もうできてるな、みんな。ベースに持ちながらね。
最初の曲は Song in the Same っていうんですけど、あの5枚目の最初に入ってるやつで、本当はこのダブルネックのギブソンを持ってやるといいんですが、あれすごいでかいんで肩が凝るんで、これは1本で、でもこれ12弦なんで、これはダンエレクトロンは私知らなかったんですけど、すごい安い楽器だそうです。実はアマゾンで買ったらしいです、はい、ポチッと買ったらしい。そんなの俺が出るときは何か変わったことやるな、こいつと。桜井登場それだけすまんねえ、ありがとう。竹取れっていう声もあるよ、ね、見えないそう、もろもろのね事情で。48を始めます。Any little song that you know, and it just smile has to grow.
はい、ありがとうございました。ソングリメンザセイム、トアの歌っていうやつを言いましたけど、でここで、レスポールに持ち替えて、ちゃんとしたハードロックをやります。今のはね、僕はね、プログレッシブロックっていうやつじゃないかと思うとるんですよ。次はね、2曲続けて、ハートブレイカーっていうやつと、なんだっけ、黒いブロックロックを続けてやるぜと。ほらね、ハートブレイカー2枚目で、ブラックドッグ4枚目で、似たような曲なのよ。なんか似たような曲なんだけど、でもブラックドッグはね、結構変わってますね。歌と演奏が同時に出る瞬間がほとんどない。歌って演奏して、歌って演奏して、まあ、浪曲みたいな。いい？はい、OK、ハートブレイカyou
Thank you.
は問題のですね、天国への階段をやるんで、まあちょっと笑ってやってください。あの、はい、ヘブン。で、大丈夫？大丈夫？なんかね、この曲ね、最初リコーダーとアコースティックギターから始まって、最後ハードロックになるんですけど、なんかね、アコギが入って、リコーダー、キーボードが入って、ピアノになってとかね、とにかく忙しい。そこのおじさんたちがこう、右往左往するのを楽しむという感じで聴いてください。あ、手が先さん、なんか疲れてる。Thank you.
you in your head, you're to be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in Aurora, there's still time to change the road you're on. I hope so. ソングにしたっていうやつを最後にやります。はい、
Hey!
疲れ様でした。48の皆さん、じゃあありがとうございました。素晴らしかったです。それでは、ラストになりますけど、ジャズレッスンの皆さん、時間あとでも4時から始まることになってるんですけど、どうですかね。いい、はい、3時45分ですね。はい、もしちょっと早めにできたら、ちょっと早めに。
Thank you.
という曲でした。ちょっといつもより早くペースというかテンポが早いので、次はもっと早い曲をやるので緊張してます。はい、じゃあもう一曲やります。まだまだやります。Yes and No、あ、Yes or No、ウェイン・ショーターの、何枚目のアルバムでしょうか。10枚目くらいだと思います。知りませんけど。60、50年代ですかね。の、名曲です。やってみます。難しい曲です。
ウィン・ショーターのイエス・アノーという曲でした。素晴らしいドラムを叩いていただいてます。猪俣浩二君が実は最近二宮さんの、何でしたっけ、ジャズスクールの友達ということで手伝っていただいてます。今日は調子いいっすねいや、いい感じだったね。え、調子がいいと嬉しいです。次はちょっと三拍子の曲やってみます。
Thank you.
今日はどうもありがとうございました。最後の曲です。メンバー紹介をここでやりたいと思います。ボーンギター、二宮良樹。オンドラムス、猪俣浩二。
聡。オンピアノは徳弘、山川美雪。あとテナサックスとソプラノサックスは特に色健闘でした。あと今日はこんな素晴らしい会をやっていただいて、エビちゃんにお礼を言いたいと思います。何もかにもやって一人でやっていただいてありがとうございました。今日バレンタインデーなので、バレンタインチョコレートをエビちゃんに、どうもありがとうございました。
ズレッスンの皆さんでした。ということで、これで、スケジュールすべて終わりですね。ということで、はい。撤収、5時までに撤収になっているので、急いで、撤収しましょう。はい。はい、楽器と、あれですね、持ってきたカバンとか、衣服とか、忘れないように。あとは、まだこう、ちょっとこう、残ってる食べ物とかあるので、それも、ちょっとバカーってこう、食べる。食べてください。ということで、今日はありがとうございました。また、今度は近いうちにこういうのをやっていきますので、はい、よろしくお願いします。まあ、仲いいですね。撤収。ありがとうございました。スタッフの皆さんにも本当にありがとうございました。ありがとうございました。